山本由伸、キャッチボール再開。米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は2日、右肩腱板の損傷で15日間の負傷者リストに入っている山本由伸について、痛みはなくなったようだ、まだキャッチボールは再開していないが、間もなく始めることを望んでいる、と現状を説明した。軽傷でよかった。原因そのままなんやからすぐ再発しそう。こりゃ15勝狙えるな、来年からは大谷と再。ヤン武将レース、大谷に譲ったレアーホ。肩は治らないらしいけどマジ？治ったっつってもフォームなのかなんなのか無理な負荷かかってんの私たなんだからまたすぐ再発するんじゃねの。無理せんでええやろ。ほほ早く投げるの見たいわ。ヤンキース戦の好投があるからぶっつけポストシーズンくらいの調整でも許される。一応復帰する意思あるよアピールはしておかないとな。リハビリ頑張ったけどダメでしたなら山本も500億円心置きなく受け取れるだろうしな。リューラーみたいに復帰してまたすぐに怪我で離脱とかしても困るしな。山本のフォームだと高めに速球多投すると負担がかかるらしい。この回復速度、鉄球でも投げ込んだんか？ご視聴ありがとうございました。